すごい面白い。声だけの出演になるよ今リサが。眠いよ。あ、目が映ってる。眠い。眠いですか。チェックインしてご飯食べに行きましょう。めっちゃいいとこだよね、これ。はい、ということで、屋久島に来ました。片桐さんに来ました。あ、そうだ、まだ結構時間あった。こちらです。パスタもある。15時まで、ランチは。じゃあ行ってみよう。で、ね、これもそうだ。クリーム有名なので、海が近いから、魚介美味しいから。でも期間限定だけど、エビをひつまぶし食べたい俺。そうだね、私パスタ食べたいね。じゃあパスタとトビウオひつまぶしにしてシェアする。いいの？そうする。そうしましょう。来ました。かわいいね、屋久島さんとか。屋久島トビウオひつまぶし、はい、います。ください。オープン。おー、新しい、初めて見た。めちゃくちゃうまそうじゃん。あごだし入ってるっていうか、最後ひつまぶしでやってください。すごいいい香りです。来ましたね。来ました。赤エビはなんかこっちの方で有名なやつらしい。はい、じゃあいただきます。はい、教えてください。僕が塩とお茶、屋久島茶、カンカンと島バナナにしてみました。外でスペースでも食べれるという、ね、多分夏はそっちとかもいいですね。いいですね。で、SDGs でこちらモナカカップの方に変わったとね、変更になったということですね。言っておられました。言っておられました。サクサク食べないとダメよ。バエナ写真を撮ろうとしています、うん、はい、いただきます。食べてください。ええいるな。自生わかんないよ。飼ってんじゃない。帰っていくよ。なんか己の場所に帰っていく。ちるいな、ちるいな。びっくりしたね今。うん、すったらあれだね。先生、ルームツアー取りたいです。はい、こちら休憩する場所っていう感じからの、ソファーがあって、外の絶景がまあ絶景という、
海が見えると。はい、右に回転していくとこういう風になってきて、なんとここにはですね、こう用意してくれてデザートだったりとかご飯食べる場所がもうあるという、はい、こんな感じになっております。こちら、ここ何、仕事をする場所みたいな感じですかね。軍曹全然起き上がりませんね。もうこっからでももうあの遠さ、はい、手振ってます。はい、こちらベッドルーム、ドーン。はいはいはい、右にはまたテレビがありまして、クローク、そして飲み物ですね。ワインセラーがどうやらあるらしくて、これは有料らしいんですが、おー、なるほど。どういうものが入ってるかというのは長くなりそうなんでやめますが、ワインセラーが入っています。はい、冷蔵庫の中は屋久島のビールが入ってますね。はい、こういう感じでグラスもありまして、ウイスキーもあると。素晴らしい、ここで酒飲めるからな、もう部屋で。さあ、そしてベッドルームがありまして、左側に行こうと行きますと、ここはトイレですかね。ほら、トイレとシャワーかな。はい、トイレとシャワーかな。あ、こっちにもバスタブあんだ1個。ちょっと待て待て待て、まず一つトイレの開放感がえぐいっていう、目の前の景色これなんですけど、その横に行きますとバスタブがありますね。で、こっちから出て、こっちさっきのベッドルーム、あ、奥には軍曹がちょっと見えますね。手振ってください。あ、そこにいます。もうこんぐらいの距離です。はい、でここから出ると、こうなんていうんだろう、メイクするとこというか、歯磨いたりとかっていうところですね。洗面台というか、素晴らしい。一つ一つに3からというロゴが入っているタオルもしっかりあって、アメニティですよね結局ね。3からのモイスチャーソープに、はい、これは歯ブラシかな、ボディミルク。3からのものが多いんだ。なるほどね、スキンケアフォーメン2ステップベーシックセットっていうことで。うわ、しかもあれもあるんだ、ヒゲ剃りあるんだ、すげえ。さあ、まあこんな感じで言ってますけど、この後ろだよね結局。はい、後ろに何があると言いますと、でー、なんとスパがついております、部屋の中に。そしてその奥にはなんと、でーん、もう一個風呂がついてます。なんで、すごすぎる。ここが多分アロマとかも来てくれて焚いてくれるんでしょうね。はい、ということでちょっとお風呂の方に行ってみたいと思いますけど、なんで、すごすぎる。はい、うおシャワーがここなんですね。そしてこれです、ザーン。いや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 、ちょっと暑いって言ってたけど、あっちこれでもいい、ちょうどいい温度。そしてここ外開いてます、これね、開いてるんですよ。なんで開放感がもうめちゃめちゃあるっていう、とんでもない部屋。これ部屋ですからね、今一旦ワンフロアみたいな感じでね、ワンフロアの中にギュッと入ってますけど、これお部屋なんで。はい、で回転していくとこっちにもバスタブがあって、さっき奥はトイレですね。はい、ということでスパルームがありまして、奥の扉に行きましょう。はい、でこっち行くともう一個トイレですね。
どんだけでけえのここで、ちょっと僕の荷物も置いてもらっていますが、ここにスーツケースなどを入れてもらっているという形になっております。で、戻ってきて玄関ということなんですが、玄関がここでね、物もあって、はい、ということで、さっきちょっと説明してくれたんで、もう一回ちょっと言っときますと、はい、ここに外用のスリッパがあるんですけども、まあ、このカメがね、あの Do not disturb っていう、邪魔しないでっていう時に外に置いとけということなんで、これがそういう意味らしいですね。かわいい。はい、ということで、ここが玄関でこうやって入ってきて、こう一周してるというか、はい、ということで今から軍曹のことでございます。はい、いました。ここに出てくるわけです。終わりました。どこが一番良かった？やっぱスパルームでしょ、圧倒的な。めちゃくちゃいい。で、今丸々回して、ホテルの部屋一周回して8分半だからね。すごくね、超でかいってこと。やっぱりスイートだからね。はい、ということでルームツアー終了です。ありがとうございました。久しぶり、楽しみ。楽しみですか。外もちょっと鏡越しだと反射しちゃうけど、後でお外出よ。すごい、朝はここにパンが置いてあるビュッフェで。あ、そういうこと。朝は絶対ね、朝ごはん食べた方がいい。来ました。おーい、なんかちょっとブドウだけど梨っぽい。ここはお料理がメインのホテルなので、うん、料理を楽しまないと。そうだよね。はい、以上です。もうこよくの本当だ。おお、本当だ。後味が。最初はなんかしょっぱみだけど。後味めちゃだし。いただきます。お魚、じゃがいもと魚。だしです。おいしい。やっちゃうよ。じゃーん。うわ、たっぷり絡めてくださいと申しておったんで。はい、サバ、うまそう。目の前で作ってくれるのが楽しい。いただきます。うまっ。うん、うん、いい感じ。うん、オニオン美味しい。フライドオニオンがすごく良い。サバもふかふかだね。どう、ピスタチオ、シュークリーム、タルト、タルト、バナナとチョコ。これはなんかのマカロンとティラミス、ちょっとタルト。ちょっとという選択肢ね。あと自由だから。なるほどね。ちょっとずついろいろ食べたお客様にも何に合わせた。それもいいとこ、いいとこ。暗くて何にも見えないけどね。やべえ、寒い。おい、飛ばすな。住んでるわ。どう？透明度100。意外と涼しくね。涼しいってか、寒くはないね。
え、パック状態で。なんかリサさんというパックみたいなのがあるから。なるほどね。開けます。はい。えい。グラスください。はい。そんなことある？ちょっと天才ちゃん。すごくない？そんなこと。そんなことある？もう面白すぎてよだれが垂れ流れるところだった。さっきからすごいね。しかもさ、避けるとかじゃなくて甘んじて受け入れる姿勢。見えな、見えなかったから。ポンとそんなの見えなかった。しょうもな。はい、じゃあ。普通さ、なんか執念ですね。結婚記念日。もうちょい。ゆるすぎだろ。もう早いね。1年経ったんだね、でもね。まあでもさ、言うてこら、あの入籍した日と発表した日がこうちょっと、ね、うん、あるんで、みんなからしたら、まあまあ、え、もう1年ってなるし。確かにね。そうそうそう、12月だったと思いますよ。そうだね、はい、本当はそれよりちょっと前に入籍してるから。海外旅行の日ですね。そう、そのくだりは動画で話したよね。そうだね、うん、確かに、うん。1年で何か変わったことありましたか？ないですね。ないですね、うん、いいんじゃない？ないっていうことは、まあなんか、無事、今年も乗り切ったと。うん、自分らしく年をね、また1年越せたということで、上々じゃないでしょうか。今でもやっぱ言われるよ、まだ一緒に住んでないんですねと。言われるね。言われる？あ、なんか、あれ一緒に住んでるでしたっけって感じ。どっちかというと、ああ、どっちかというと、うん、住んでないんですかはない、私の周りは。ああ、男は割と俺が多いのは、うん、住んでないんだっけっていうのが多い。声でかくない？全員声でかくない？住んでないんだったっけっていうのが多い。おお、住んでないっすね。でもあれじゃないですか、独身の時みたいにさ、こう人を自分の家に呼んで飲んだりとかさ、うん、話したりするの好きだから、そういうのってさ、一緒に住んでるとちょっとさ、まあ、遠慮したりするじゃないですか。そうだね。だから後輩からすると、後輩がうちに来るときはリサさんもいると思ってましたってめっちゃ言われるから。私だって上司の引っ越しで新居一回しか行ったことない。一回来たっけ？一回だけ。一回だけ来たっけ？その時になんかしょうもないさ、窓枠のこう縁のところに LED ライトを設置したから見てくれって。ああ、そう、まるでお子がお母さんに、なんか夏休みの自由研究が上手にできたのを自慢するような形でほら、スマホと連動してんのそうって言って、ああ、これがかっこいいんかね。だって鍵は渡してないもんね。どっちも持ってないしっていう。そう、持ってない。だから何かあった場合はもうギリドア開けるとこまでは頑張ってもらうしかない。そうですね。1年結婚してみたけど、ええ、とんでも変わんなかった。変わんなかったね。まあ別に、まあ独身みたいなところちょっとあるじゃない。独身ではないけど、まあ独居なので。そう、酔っ払ってるでしょ。え、あんたがフィナンシェに手をかけるなんて酔っ払ってるわフィナンシェ、うん。でもまあ結婚記念日はちょっとやっぱ特別なところで迎えたかった。いや、そうだから、私たちはさ、ね、まあ、そもそものお話になるわけだけど、まあ、昔付き合ってました、別れました、いやもうお腹いっぱいだから死ぬから、うん、はい、あので、あの特に付き合わないでそのまま結婚したから記念日ってものはないねと、うん、で結婚記念日入籍いつにしますかということで、うん、じゃあ週末でいいよっていうテンション感だったけど、別にそうだと来年忘れちゃうよね。忘れんからなっていう話になって、じゃあ毎日何かしら365日記念日みたいなものがあるじゃないですか、うん、それで海外旅行の日にしようと。そうだね。でうちらが唯一共通してるのは海外旅行は好きだと、うん、だからまあ年に1回海外旅行に行ってっていうことしましょうってしたわけだけど、まあ、今年は海外にちょっとね。そうだ、来年からだね。今回は3から。私が好きなお宿なんですね、うん、こちらの方ご飯が美味しくて、すげえなんかね、いいとこに。たまたままた3からの持ってる
大名が知り合いだったから、それも縁で予約していただいて、予約をさせてもらって、非常にいい、ね、すごいいっぱい水くれるし、水がもうすごい溜まってんだから、水いっぱい屋久島の水くれるし、はい、なんで、うん、ちょっと明日は屋久杉ランドとか、うん、ちょっとまあそこら辺にいっぱいパンって格好して、うん、って感じでしょうか。スムージー飲むから、スムージー、そうそう、明日スムージー飲むんで、あと朝のね、ビュッフェが美味しいと思うので、うん、あと浜辺も行きたいね。まあ天気良かったよね。うん、ちょっと今の天気はちょっとどうだろうね、うん、まあなんか曇りぐらいでも持ってくれればいいんだけど、うん、できれば晴れてほしいけどね。うん、できればね、はい、うん、ということでございます。なんですか、なんかもうぐうたらだよ、ほんと。もうね、おやすみなさいっていうテンションに。だってもうフィナンシェ食べ出す時点で絶対にね、ちょっと酔ってるからね、通常のモードじゃない。ジョージはね、フィナンシェを急に食べ出すような男じゃないの。私は知ってるよ。はい、ということで、また明日、はい、おやすみなさい。屋久島カリン、行きましょう。はい、フードメニューあるじゃん。言ったじゃない。食べよう。デイ2でございます。来ましたね。今日は、どうします？屋久杉ランドっつうとこに行きたいんだよね。うん、なんか雲が降りてきてる感じある。そう。で、唯一なんかタッチできる、あの車で行ける紀元杉っていうのがあるらしくて。もらったやつ。そうそうそう。ちょっとそこに行きたいなと思ってね。そうそうそう。今俺らここが多分道路だから。そうそう。行けんだよね。唯一行けるっつうの。やっぱさすがに屋久島来たら杉見ないとっていう。パワースポなんで。そう。ちょっとそこに行きたいなと思っております。まずは原田市。はい。ここは昨日来ようと思ってたところだったんで、うん、ね。そう。ちょっと楽しみ。自然やばくない？うん。雲がね、一応多いです。絶景かよ。うまそう。マジでうまかった。俺お腹空いちゃったから先食べちゃった。動画とか撮んないで。そういうとこあるよね。この前の指摘するけどさ、ブルコギコストコで私より先に食べてる。出た。うん。やはり入れてるわ。パンが美味しいんですよ。もうパンもいた。うん。すごい好きだった。我慢できなくてもうなんなっちゃって、お腹空いてたんで実は。うん、向こうやは。うん。まあ、食べよ。マジでいい匂いするんだよな。隣がパン屋さんだからさ、ちょっと聞いてんじゃない、どうやってうまく作るのか。何この小麦って感じ、うん、まあ、大自然の元でね、うん、あれおしゃるだ、ベビちゃん、ベビちゃん来ちゃうね。ベビちゃんいるな。ベビちゃんちょっと、あれママタンじゃない。ベビタンこっちにいるんだけどさ、ちょっと映んないんだよね。ベビタン大丈夫かな、ちょっと引いちゃったら嫌だ。下がる。ちょっと動かさない方がいい。ほらほらほら。ほんとだ。ベビってほどベビでもないけど、ベビタンからのママタン。ちょっと寄ってこられるとさ、出れねえんだ。完全に。おい、人間が通る場所じゃねえぞ、ここはって言ってる可能性。これ、100円払えよ。曲がったら。つくっぽい。おー、機すぎ。車がいますね。止まってますか。おお、ここだな。よっしゃ、じゃあ行きますか。はい。これ？あ、これはモミのなんかのね、はいはい。あ、じゃあやっぱここ下に行くってことだね。行ける。ちょっと手ぶれはご勘弁。え、でかい。なんか木々が。え、これ？これか。ちょっと待って。これ？でかない？すごいですね。ちょっと空気。新鮮な空気吸いたい。ちょっと下行きます。ね。なんか治りそうだよ。なんかの病気でも治りそう。あ、これめちゃくちゃいいわ。あら、まあ。ここフォトスポットじゃないですかね。
リリ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 リさすがに寒いっしょそれ、うん、でもまあこれぐらいの靴で来れる、ここいい、車で来れるのいいわ。ちょっと屋久杉ランドはすごい、このこういうとこエモです。約樹齢3000年ということで。3000年かい。樹高 19.5m、 すごい。周りが 8m、 そしてここ 1230m です。すごい。あ、標高、はい、標高3000年。こういうのが絡みついてますよということで。3000年ですね。すげえ。で、値段はなって。あれね。なんかね、多分なんか折れたんだろうね。折れたんだろうな、3000年も生えてたら。オリーブとトマト。そう。おお、美味しそう。セミドライかな。シェフの特製オリーブとドライトマトのニンニクオイル漬けです。ああ、最高。俺オリーブ好きなんですよ。わかる。いただきます。お酒進む。買って帰れたらいいのにね。これマジうまい。酒飲むために作られてる。うん、美味しいね。うまい。これは進みだわ。これうまいよね、うん、絶対うまいじゃん、このトマトとか。塩味がちょうどいいね。これ美味しいよ。パスタとかであえても美味しいかも。これで確かにパスタ作ったら、うんうん、めちゃうまい。めちゃ美味しいね、このオイルパスタね。具いらない。オリーブとセミドライトマト。あとでこう下心出して切ってみようかな。下心出して、ね、あれ買えますよね。買えます。それと白玉パンと、あとバレンタインの時に売ってたみたいなチョコ買えますかって。売ってねえのに。売ってねえのに聞く。さんからはね、冷凍でご飯とかも売ってて頼んだことあるんですけど。あ、そうなんだ。大変に美味しいんですよ。牛丼とかハンバーグとかそういうのもね、コロナ禍の時に始まったんですけど。レビューでやっぱご飯が美味しいってめっちゃ書いてある。そうだね、うん、ご飯が美味しいね。聞こえたことですね。うん、ちょっとじゃあこれから、スパ、ちょっと時間あるけどね、うん、ちょっと外出たいなっていうのある、うん、まあまあって感じで、はい、いいんじゃないかってことに気づいた俺は。こっちほら、絶好なこんなロケーションでビールを飲まないわけにいかないっていうことにはな、うん、ね、失礼に値するでしょ。もはやスーパードライ失礼に値する。下手じゃんっていう、もう、うん、腰痛かったのに無理して写真撮りに来てくれたんだよね。一回ちょっと横になって見たら、なんとかなった。ちょっとなんとかなりそうだったのと、なんか歩兵がどうやら結構ちゃんと行きたそうだった空気感があったから、しゃあねえなと思って。いや、一回はさ、やっぱここまで歩いてきてあげた。ありがとう。うん、やっぱここ一回はこっち見ながら酒飲まないとなと思ったからさ。優しいから。はい。こんなん書いていただいて、年ぶりでございます。本当は昨年訪れたかったんですけども、サンカラさん10周年、うん、そう、10周年だったんだ。そうなんですよ。今以前も確かこちらでね、撮らせていただいて、この次に燃やしていただいたんですけど、こちらセラピストの方が森で拾ってきた。本当？本当、確か。そうなんだ。っていう、これ炊くとね、もっとすごい匂いして、これから燃やすということで、ことし、はい、いや本日も、はい、よろしくお願いします。はい、させていただきます。こちら杉ですね。杉と火を使って浄化を行ってまいります、
ではお好きな杉の葉をお取りいただいて、やけどしないように火でいぶっていただきまして、器の中に入れてください。すごいよく燃えますね。燃えます。あ、消えました。あ、消えてしまいました。ちょっと、早めに消えちゃいます。足そうと思います。でもよく燃える。そうですね、すごいよく燃えてますね。乾いてる方がよく燃えるっていうのと、次に油が含まれてありますので、では続いてこちらの焼く杉のお香を器の中に入れてくださいね。やけどに気をつけます。火山の後、煙と一緒に杉のいい香りがしてくるかと思います。なぁ、いい香り。なぁ、なぁ。びっくり。はい、いかがなさいますか。ぜひ。はい。あ、めっちゃいいんですよ。なるほど。焼く杉には安眠効果があるのが特徴で、まあ、そのリラックス効果でベッドサイドにこうお香を置いて炊かれると夜、ね、あの気持ちのいい睡眠を取ることができます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ご用意させていただきました。ね、おめでとうございます。ウィー。最高。すごい、なんか、ちょんちょんちょんっていうのも。うちのパティシエが特の小玉が。あ、そういうこと？そうかなと思いました。でもあれ？小玉、一応小玉なんですけど。かわいい。うちのパティシエが一番得意なのなんで、ちょっと書いてもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか置いてあるよ。なになに？言って。すごい、これ誰が描いたの？あ、すごい、サンカラの人が描いてくれてるんだけど。イエーイ、ハッピーアニバーサリー。かわいいですね、これタオルじゃないの？タオルを多分すごい模してくれてんよ。かわいいね。やった。すごい、お絵お上手ね。確かに。かわいいわ、花正先生と J。カレーパン美味しいよね。はい、おはようございます。おはようございます。最終日、やっとありつけましたね。ありついたね。明太フランス食べたかったんでしょ。パンが、パンが美味しいんですよ、ここは。なるほど。でも朝大変だよ、ベーカリーのと夜のさ、ディナーのパンも焼いてるから。確かに朝からもう小麦、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 小麦粉祭り、うん、あ、大丈夫です。はい、はい、ということで、これから最後のモーニング食って帰りますということなんですけど、9時半ですごいいい感じですね。うん、はい、じゃあ食べていきましょう。きのこ入れちゃった。うまそう、いただきます。きのこ入ってる。うん、おいしい。入れてよかった。もういつ死んでもいいって言ってたね。いや違う、死ぬなら今。あ、死ぬなら今ね。うまいもん食べすぎて、これを超えたらまたちょっと欲しい。うん、帰りましょう。というわけで、結婚1周年はこんな感じでした。来年は
どこに行くんでしょうか。それではまた次の動画で。